黒猿は、哺乳高齢長目、オナガザルカマカク属に分類される猿。インドネシア北スラウェシ州、タンココバトゥアングス自然保護区周辺。個体数は、スラウェシ島で約4000から6000頭である。顔面の皮膚や体は黒く、頭部の冠毛は長い。尾は短い。熱帯ウ林ンに生息する。50から97頭からなる、フクメスフクユウの群れで生活する。 中高生で1日の大半を接触と、コミュニケーションに費やす。特に、歯を見せ、笑顔にも見える表情をすることで、相手に対して敵意がないことを示すことが特徴。主にクワカイチ軸族や、ウルシカイボモモの貴族の果物を食べるがそれと、同程度に無脊椎動物も食べ、果物が入手しにくくなれば、昆虫類、植物の目や若葉、 花を咲かせる植物の茎にも手を出す。大コウモリかのコウモリ、森林性のヤモリ、カエル、赤色夜景や黒いりヒタキといった鳥類の卵を襲う姿も観察されている。またトウモロコシ、ヤムイも、キャッサバ、パパイヤ、バナナ、カカオといった作物を略奪する場合もある。平均寿命は18年。飼育下では34年生存した記録がある。天敵は、 ヘビである。要出展科学生息地では食用とされることもある。生息地の破壊や狩猟などにより生息数は減少している。一方で、モルッカ諸島のバカン島に移入された個体群は害獣とみなされている。英語、ありがとうございます。